ファリパーク。皆さん、こんにちは、こんばんは。前にスクールバスの行列です。車庫入れみたいです。前から対向車が1台来てますね。対向側が優先なので待ちましょう。は？こういう何も見てないアホがいますよね。前の車が何のため止まっているかを考えたらどうでしょう。全く横断歩道を気にしてませんね。歩行者が優先なのは当たり前のことでは？こいつはダメなやつ。の灰殻そこなのか。自分の家でも同じことできんのかよ。どういう教育受けてきたんだか。これこの1分は何か意味があるんでしょうか。11時ちょうどじゃダメだったんか。謎です。このバイク。どういう走り方ですかね。自分だけ走ってるわけじゃないんですから。もっと周りのことも気にすべきでは？はい、出ました。例のマーク。このマークがあると何か起こるのです。青になりました。何してるのかな。爆破しときました。なんか来た。レースならレース場でやってね。捕まればいいのに。それでは皆さん、また次の動画で。